スタンドにはたくさんのサポーターが詰めかけています。この素晴らしい雰囲気の中で行われる今日のゲームです。この時間は横浜 F マリノス対名古屋グランパス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが現地は曇りの模様です。予報ではこの後雨が降るという情報もあるようです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。横浜 F マリノス対名古屋グランパス、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイド紹介です。右にエンドを取るのは名古屋、対して左のエンドを守るのは F マリノスとなります。エウベル、ミドル、ここは左へ通り過ぎていきます。この辺ね、外れはしましたけどもギリギリのとこ狙ってますよね。名古屋は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。木田、サイドへの展開、前線へ長いボール。 F マリノスはここまでポゼッションを見ると相手を上回っているんですが、まだ決定的といえるチャンスは作れていません。そうですね、攻めあぐねてはいるんですけどもね、相手の守備ブロックがしっかりしていると言えますよね。2人目3人目の動きを使って相手のディフェンスをずらしていきたいですよね。長戸、これ仕掛けるか、久保、山岸、アーチのようなパス、キーパーからロングボール、エウベル、井上、スペースに出す、仕掛けるか、